その夜、世界は暗闇に閉ざされた。来たぞ！左舷！にいる全ての者の府に通達する。これよりこの地に第一次防衛線を築く。港に侵攻する全ての敵を排除し、鬼の存在は世に知れた。もはや我らが身を隠す理由はない。人目を気にせず鬼を撃て。了解。をもって横浜防衛作戦を発動する。市外の鬼を排除し防衛線を押し上げろ。人の世は滅びの淵にある。救えるのはお前たちモノノフだけだ。無駄死には許さん。
一匹でも多く鬼を撃て。本部より特務隊千里眼による索敵を開始。街路に多数のガキを確認、殲滅し進路を確保せよ。化け物、あんた一体。あの化け物は誰でもいい、助けてくれ。戸様の兵士か、今は助けられない。相手にするな。鬼の死骸は正気の苗床になる。捨ておくな。鬼払いで片付けろ。ガキの殲滅を確認。いいぞ、そのまま港まで制圧せよ。新手の出現を認め、ガキとは違って手強い。警戒せよ。弾振りの使用を推奨。御霊の力を借りて鬼を撃て。部位破壊しなければ致命傷は与えられない。一点に集中攻撃して部位破壊せよ。確認、見事だ。全隊員に緊急通達。象の鼻付近に強大な鬼が出現した。対象を神羅号と呼称する。総力を挙げてこれを排除しろ。聞いたな、象の鼻に急行せよ。神羅号と交戦を開始。全隊員援護せよ。間もなく味方が到着する。それまで持ちこたえよ。大型の鬼は生命力を内に隠している。 V 破壊、敵の本体を引きずり出せ。鬼ちぎりの使用を推奨。一気に敵部位を破壊し攻勢をかける。何があった？軍師クヨ、いつの間にそんな前線に。何の不思議がある。神羅号はどうした？
この場から消えた。下船な。警戒を怠るな。いずれにしろ、ここを拠点に鬼を迎え撃つ。念話館。はっ。間もなく横浜に到着すると思われます。よし。全員、準備はいいな。数限りない。北の地は、たとえどんな犠牲を。